日本を明るくする会は日本の議員集団第46回衆議院議員総選挙で初当選した自由民主党の衆議院議員らで構成されている第46回衆議院議員総選挙による党派別議席数2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で初当選した自由民主党の議員により結成されたこの会は 新人議員同士がお互いに情報を交換し合うことを目的としている。名称の由来は最初の会合に集まった議員5人の頭髪がいずれも薄かったことにちなんでいる。会長には5人の中で最年長の八木哲也が就任した。それ以来、新人議員の勧誘を続けているが、2013年10月16日時点で参加者が10名に達しており、 結成から一年にも満たないうちに参加者数が倍増している。また、衆議院副議長などを歴任したベテラン議員の江藤清志郎を相談役として迎え入れている。会長の矢木哲也は当選を重ね、重責を担うポストにつき、実績と経験を積んでいって、初めて日本を明るくできる。応援演説にお互いが出向いたりして、助け合っていきたいと述べており、 選挙での応援演説で協力し合うなど、従来の派閥のご助会的な機能も果たそうと、心を見ている。日本を明るくする会と対処し、下部にハゲ頭をあしらったオリジナルの上りも作成し、メンバーの街頭演説などで活用されている。また、総務大臣などを歴任したベテラン議員の巣が、偉を会合に招くなど、活発な活動を展開している。ただ、会長のヤギは、 これは、派閥ではないと発言しており、派閥化するようなことはないとしている。あくまで頭発など用紙に共通点を持つ者が集まった会であり、政治思想が一致する者の集まりではないとしている。また、会の結成を知った知人からは、メンバーに対して、国機首蔵の日本酒が届けられているという。これは、国機首蔵が所在する北海道増毛郡増毛町に、 マシケという文字が含まれているためである。ありがとうございます。